When your natural, your purpose for going to the gym, if you train to build muscle, is to trigger protein synthesis. What's up? 筋肉マイクです。さあ今日はナチュラルとの違い見ていきましょう。今回も和訳動画になります。今回の動画はこちらの方、はい、ベンさんです。ベンさんの動画見ていきましょう。ちょっとこのベンさん、どんな人なのかなと思って調べたんですけど、あまり情報がないです。で、この名前で検索したところ、なんだか全然違う。こちらの方は、ビデオグラファーの方らしくて、全然違うみたいですね。ベンさんの YouTube 見ると、もう多分アメリカのスポーツ大好きなんでしょうね。服は全部アメリカかな？それもどうかわかんないけど、スポーツチームの服で統一されてました。素晴らしいですね。では、早速そのベンさんの動画見ていきましょう。まあ、こういう言い回しがあるんですね。ナチュラルと全く筋トレ違うっていうことですね。使うか使わないかっていうのがメインの違いかなと思ってました。でも内容は全然違うんだよっていう話をしてくれます。単純に長い時間過ごせるんだよっていうことを言ってますね。ステロイドはなぜを変えるって言いますね。そのなぜはそもそもジムに行く理由、それから変わっていくみたい。さあ何が違うんでしょうか。ホワイトボードで説明してくれるんですね。まあ、実際結果を得てる人の真似はしたくなりますよね。でもステロイドはゲームが変わる。ゲームが変わると。ここの目的ナチュラルの場合は筋合成を引き起こさせるためにジムに行く、トレーニングするということですね。入れるものは名前が違うよっていうことですね。目的、筋肉に栄養を追いやることが目的に変わっていくみたいですね。有名な、ちょっと数年前の動画なんでね、ちょっと今のメインじゃないかもしれないけど、マラソンみたいな筋トレっていうのは結構長いトレーニングっていうことでしょうね。それに対して少しだけ、ハードワークした方が筋肉でかくなるよみたいな感じはありますよね。ここ一回止めましょう。ナチュラルでこういった長いトレーニングをすると、マラソンワークアウトすると出てくるのはコルチゾール、ストレスホルモンが出てくるよっていうことですね。そしてグリコーゲンの枯渇、糖質ですね、枯渇してしまうので、結果的にミオスタチン、簡単に言うと筋肉が大きくなるのを阻害してしまうよっていうのと、この方は AMPK って言ってますが、これもタンパク質の合成を遮断しちゃう反応っていうのを活性化しちゃうんだと。長すぎるトレーニングではそういったデメリットがあるようです。では続きを見ていきます。だから長時間トレーニングすると筋肉がつきづらい環境を作っちゃうよっていうことですね。タンパク質合成を引き起こすことなのに、合成しない方向にトリガーを殺したっていうことですね。ジュースを取るとイングですね。もうこういったマイナス要素を創殺してくれると。それよりも補充する能力
そして枯渇させる能力は少なくなってっていうことがあるそうです。Just because you can physically do something doesn't mean it's in your best interest unless of course you're trying to prove to yourself that you physically can do it. If you want to build muscle, the formula is very simple. You want to trigger protein synthesis as often. できるだけ頻繁にタンパク質合成を引き起こすことが大事だと。でも回復力に対しては勝らないようにっていうことですね。回復がしなければ頻繁に筋トレはできないか。頻繁に筋トレができればトリガーをたくさん引き起こすことができるからとてもいいと。すごいやりたい放題って強調しますね。そういう場合はこうやってもうとにかく追い込みまくれと。この場合は常にスイッチがオンらしいですね。これは極端な例だと思うけど2週間に1回だっていいと。ただ取るか取らないかじゃなくてこういった違いがあるよって教えてくれたんですね。だから同じフィールドじゃないんだっていうことですね。自分の目的が何なのかって考えると何をするか分かるよねっていうことですね。はい、っていうことでした。細かい中身っていうと、まあ例えば、副作用であったりとかそういうことばっかり、まあ、それももちろん大事なんだけど、そういうところがフューチャーされるんだけど、こういうふうに合成の働きとかっていうのはなかなか教えてくれてる人はいないんじゃないかなと思います。なのでここで言ってたところをフューチャーしたいのは、基本的にナチュラルでトレーニングをする場合はトリガーを引き起こす、筋合成をできるようにスイッチをオンにすることのためって言ってますね。だから頻繁にスイッチをオンにしていかないといけない。で、1回のトレーニングで追い込みすぎて疲れが回復しないままだと、逆にコルチゾール、ストレスホルモンたちが出て頻繁に筋トレを行うことができなくなっちゃうよっていうことがこの方の意見ですね。で、ここのどこまで追い込めばいいのっていうところなんですけど、まあこれはもうみんな分かってると思うんだけど、人によって違いますよね。例えば使ったとしたって全然回復しない人も中にはいるはず。そもそもの回復能力が弱ければ、そして全然使わないかったとしても回復力がものすごい体質の方もいるはずです。だからそういった方は頻繁にトレーニングを行うこともできるし、かなり1回のトレーニングで追い込んでも回復能力が早いっていうパターンがありえます。だから誰かがこうやってるから絶対にこれが正解だっていう筋トレの方法はないと思ってほしいです。使ってる使ってないではなくて、あの人はこれぐらいのそういう回復能力を持ってるからこれぐらいできる、自分はじゃあどのぐらいの回復能力があるのかなっていうのを実際筋トレしていきながら、自分の感覚で重さがどのぐらい上がるかな、追い込み具合どうかなっていうので試してもらいたいっていうのが大きな僕の意見ですね。で、ここで僕が個人的に思ったのは、じゃあ逆にナチュラルの方がダブルスプリットやった方がいいのかなっていう感じもしました。その方が1日に2回スイッチをトリガーをオンにすることができるわけでしょっていう疑問がちょっと出てきましたね。もちろんそれに関してもそっちの方が筋肉がつきやすい、サイクルを回しやすいっていう体質の方もいるだろうし、やっぱり普通に1日1回のトレーニングで胸は3日おきなのか4日おきなのか5日おきなのかっていう、そういうテンポも人によって変わってくると思います。なのでそういうところに関してやっぱり自分で探していかないといけないんだなっていうことですね。もしくはトレーナーにメニューを組んでもらったりして、そのトレーナーに疲労具合だったり重さの変化っていうので判断してもらうっていう手もありますね。人によっても違うし、使ってるか使わないかによっても同じ人だったら変わっていくし、でトレーニングをしっかり続けていけば回復力も上がってきます。限度はあるにしても上がっていくので、そういったところで常に自分の体と相談、
自分をチェックしていかないと、なかなか一番効率よくっていうのは難しいかなと思います。分からなければトレーナー、オンラインでも結構今やってるトレーナーもいます。僕のところでもいいので、そう言って分かる人に聞いてください。またこういった動画翻訳もこれからまた出していこうと思います。動画のリクエスト、チャンネル登録、引き続きよろしくお願いします。ではまた。I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate.